はい、それでは、本日は、見事1年合格された、斉藤真理さんをお迎えして、弁理試験の、受験にあたってね、合格の秘訣等を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。じゃあ、私の方からいろいろと質問させていただきますので、それに、答えていただく形で、お話しいただけますか。はい、大丈夫です。はい。じゃあ、まずね、いろいろな資格がある中で、弁理士を目指そうと思ったきっかけをお聞かせください。はい、試験勉強を開始した当時は、化学メーカーで開発の研究をしてまして、仕事の中で、直接知財の仕事はしなかったんですけれども、知的財産とか特許っていう言葉を聞く機会がとても多かったので、興味を持って資格勉強を始めました。あ、なるほど。その技術者をやっておられてね、知財の言葉を聞いて、興味持たれたっていうことですけども、私も同じような経験をしてるんですけども、どんなところが具体的に言えば、興味を持たれたということですはか？い、結構開発でのところに携わってたんですけれど、やっぱり特許をどういうふうに取っていくかとかっていうのが、もう会社の戦略にもうすでに組み込まれているような状なる況ほど。で、お仕事をしていたので、大学時代とかは全く感じなかったんですけれど、こんなに特許を取るっていうことは大事なことなのかっていうのをすごい実感したっていうところがありました。なるほど。わかりました。それではですね、独学ではなく、予備校を使っての学習を選ばれたわけですけども、そのいくつかの予備校の中で、レッグを選択された決め手ですね。これを、教えていただければと思います。はい。資格試験なので、資格を取ってからこそが、寛容なところなのかなというふうに思っていたため、短い期間で資格を取りたいところが、本当に一番大きいところがありました。未経験で勉強の仕方も全くわからないという状況だったので、割と勉強法とか、試験に向けてのスケジュール感というところも含めて指導してもらえるところがいいなというふうに思って、実績も大きかったレッグを選ぶことにしました。あ、なるほど。それでは、実際にですね、学習を開始されて、で、レッグのカルキュラムですね、1年合格ベーシックコース、で、入門論文基礎力完成講座、単独基礎力完成講座、プラスアウトブットというのが、一応カリキュラムに入ってるんですけども、講師とか教材ですね、これをですね、経験されて、いかがでしたか？そうですね。もう全然わからなかったので、もうここはもう湯口先生を信じて言われるがままに、そのスケジュールにのっとって勉強していこうというところが一番ありました。で、実際、本当に言われるがままのこのスケジュール感と勉強法を自分の中では試していたつもりなんですけれども、私に合ったところもあって、そこに載っている限り大丈夫というなんとなくの安心感もありつつ、と勉強を進めることができました。なるほど。で、ちょっとね、重複するかもしれないんですけども、私の講義ですね。入門講座で、最初、初めて受けられて、知らない言葉とかね、いろいろ出てきたと思うんですけども、その中で、最初の入門で論文とかね、受けていただいて、ここは良かったなっていう点ですね。をですね、いろいろと感想を述べていただけますでしょうか。はい、入門講座の時は本当に言葉遣いから単語まで何もわからないような状況だったんですけれど、まずはコアレジュメをちゃんと理解した上で、コアレジュメを覚えてくださいというのをたくさん言われたと思うんですけれど、本当にまずはそれが良かったなというふうに思って、わからないなりに基本になる部分というか、講義でもおっしゃってたんですけれども、武器となる部分をまずは確実に作っていくというところが、その作業でだいぶできたかなというふうに思いました。で、やっぱりね、それは非常に大事なことで、大体私がこういうふうにしてくださいって言ったことをちゃんと実行していただいた方っていうのはね、結果が出てる場合が多いんです。ただですね、みんながみんなね、言った通りやってくれるかというとね、なかなか仕事も忙しいし、いろいろとね、初めてのことを頭に入れるとすごい重労働だと思うんです。で、それをね、やっぱりある
程度というかね、まあ、かなり一生懸命ね、まあ、そこを実行していただいたと思うんですけども、まあ、その中で何かこうすごくね、やっぱりこうしんどかったとかね、やっぱりしんどかったけども、まあ、なんかこういろいろモチベーションが働いて、なんとかその実行できたというところをね、まあ、なんか秘訣ですね。やっぱりそのささっとこう全てが簡単に頭に入るわけじゃないと思うんですね。はい、いかがでした？どういうふうにされました？一番最初初めてつらかったのは、まあ、こういう、この規定にはこういう要件がいくつあるので、この要件を覚えてくださいみたいな感じで、まあ、そういうふうに言われると思うんですけれども、まあ、どうしても頭に入ってこないっていうか、覚えられないっていうところが、一番最初つらかったかなっていうふうに思います。で、まあ、そこはもうやるしかないと思うんですけれど、そうですね、まあ、過去問に逃げずに、まずは要件をきっちり覚えるっていうところを、まずは、はい、意識したっていうところと、あとはもう繰り返すというところでめげないというところかなと思います。やっぱり繰り返すとこうどん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 覚えてくるので、こう最初しんどくてもそこが一踏ん張りするとちょっと明るい気持ちになれるなっていうポジティブな気持ちでというところだったので、まずは本当にそこをめげずに頑張ってほしいなというふうに思います。そうですね、やっぱり壁、最初ね、新しいことをやる上で壁っていうのはちょっとやっぱりちょこちょこ出てくるんですけども、で特に今ね、おっしゃった中で過去問に逃げずにっていうふうにね言われたことすごい大事なことなんですね。でも講義でも過去問をずっと回すとね、それだけやるとこう滑る方向で絶対行きますよっていうのは私だいぶ言ったと思うんですけどね、うん、はい、かなり言われて記憶に残ってますで、まあ、それは条文を、何のために過去問するかという目標がね、ちゃんとその要件を、ちゃんと使えるようにすると、うん、そのための練習ですよっていうことを、まあ、いつも言うんですけども、うん、斉藤さんの場合ね、やっぱりそこをきちっと理解していただいて、やっぱりその正しい方向性で、まあ、ちょっとね、しんどいことはあったと思うんですけども、頑張れたのがすごい良かったかなと思います。で、まあ、当たり前のことをね、当たり前のようにやるって結構難しくなるんですね。そうですね。お気持ちがどうしても。そうですね。はい。じゃあね、次に、1日との学習時間はどのぐらい時間されましたか？かけられましたか？はい。ありがとうございます。仕事のペースにもよるんですけれども、はい、仕事を残業せずに帰れた日は、うん、仕事終わりに3時間、こう、机に座って、っていう時間をできるようにっていうのと、うん、あとまあプラス通勤時間とか、まあ、お昼休みもお昼食べ終わったらちょっと勉強時間を取ってっていうふうに隙間時間を使うようにしていました。あ、なるほど、はい、で多分おそらくね、継続されたと思うんですね。あまりそのちょっとこう忙しいからこう時間が空いてしまうと、うん、結構次にやる出すまでがね、すごくね億劫になるんですよ。でその辺はどうでしたかね。かなりこう毎日少しでも、やろうということでやられました？あ、そうですね、うん、まあ、仕事終わって帰ってきてからの時間はどうしてもその日のこう体力とかによってしまうので、通勤の時間は確実に勉強をするようになりました。まあ、電車と歩きだったんですけれども、まあ、コアレジュメなりレジュメを常に入れて、うん、電車の中で要件を見て歩きながらそれを覚えてるか反芻するというところは必ず時間を取るようにしてました。あのね、だからその斉藤さんの、まあ、成功の要因っていうのは、まあ、大体共通してる部分があるんですけどね、まあ、早期に受かられる方、やっぱりその勉強を継続するっていうのはやっぱり知識を頭に入れる上で必要なんですけどね、習慣づけってすごい大事なんですね。で習慣づけでこうずっとこうそういうサイクルでね、というかね、まあ、電車の中で毎日やるっていうふうに決めていると、まあ、やるのは普通になってくるから、あまり億劫にならないんですよ。そうですね。だから、それをね、おそらくうまく、活用されたというかね、まあ、その習慣づけを、まあ、無意識かもしれないですけども、やられたことが、まあ、すごい良かったんじゃないかと思います。で、あとね、ちょっとその入門講座で、私がいつもね、その、覚えても、勉強したつもりではなくてちゃんと頭の中に入ってないとダメなのでその穴開きバケツみたいにこうやってるとすごくしんどいですよと。だからできるだけ前処理をしてですね、いろいろ頭に入れやすいように、まあ、入門講義でかなり私説明したと思うんですけども、
その辺はね、かなり、実践されたと思うんですけども、その辺はいかがでしたか？はい、本当におっしゃる通りのことを本当にやってたと思うんですけれど、うん、まず入門講座で、もう江口先生がおっしゃったところは、うん、まずはもう覚えるとか、ちゃんと理解するっていうところを、重点的にやりました。どうしても、理解しきれないところは、うん、確かに一回過去問を解いてみて、こういうことなのかっていうふうに、あまり理解することもあったんですけれども、うん、まずは講義の内容、特に入門講座は、うん、しっかり理解するっていうところにかなり重点を置いてました。うん、はい。と、まず言うと、ね、はい。はい、どうぞどうぞ。すいません。講義の中で、ここがトリガーですみたいなことで言われたところは、はいはいはい、しっかり覚えるというところでした。はい。で、おそらくね、やっぱり私が楽して勉強しましょうっていうのはサボるという意味ではなくてね、まあいわゆる頭の中に入れるのに、まあ100回やるところ10回ぐらいで定着できたら楽ですねっていう話をしたと思うんですけども、かなり斉藤さんのところはね、まあ、それを多分実践できていたと思います。で、他、過去にもね、やっぱりこう1年でかなりこう一気に1年合格されたっていう方おられるんですけども、共通してるのは、やはりね、その言われたことをきちっと実践をね、やっていただいてるっていう方が、やっぱり結果出てますね。はい。じゃあですね、次の質問ですけども、これから勉強を始める方ですね、のおすすめの勉強方法というかね、まあ今ももうだいぶね、説明はいただいたんですけども、改めて、まあ今から勉強するんだっていう方もね、まあ、あるいは弁理士目指すっていう方多いと思うんですけどね。まあ、何か、勉強方法、秘訣っていうのは、まあ、斉藤さんなりに考えることがあれば教えてください。はい。やっぱり、まあ、仕事しながら、目指すっていう方も多いと思うので、うん、どうしても、勉強時間の確保っていうところが、一番、ね、うん、になるというか、課題になるのかなというふうに、すごい思った一年だったので、うん、まず初めに自分なりに、まあ、勉強時間どう確保するか、そしてそれをどう継続していくかというところを、本当にまずはちゃんと考えた方がいいなというふうに、なるほど、いうところがありました。で、私はまあ週何時間というふうに決めて、うんうん、スマートフォンのアプリとかで勉強時間を管理して、まあ、今週これだけできたなというところをやっていたので、こう時間の確保っていうところで、まあ、何かしら工夫する術をまずは見つけていただくのがいいのかなというふうに思いました。ああ、なるほど。はい、いや、やっぱりね、どこまで自分がやったっていうのが、こう可視化できるっていうのはモチベーションにすごく影響するし、はっきりしますね。何をしたかというのはね。それをやっぱりきちっと実行されてますね。はい。だからね、計画を立てるって結構意外とね、難しいもんなんですね。結構、だから、まあ仕事とかだったらもうね、計画立てていつもいつまでに到達点、期日があってということで逆算してやるんですけども、個人で自分で勉強する場合って誰にも強制されないですから、ついついめんどくさいんで、スッと流してしまうんですけども、そこってすごくね、実は大事なことなんですね。だからかなりきちっとやっておられるなっていうふうに思いました。じゃあですね、次に、やっぱりモチベーションの維持やスランプ克服、人間ですから、やっぱりこう、機械的にね、こうしたらいいやって言われてもね、やっぱりその仕事も大半の人がね、仕事とかもほぼ 99% 仕事しながら勉強されてると思うんですね。で、その時にやっぱりモチベーションがちょっと落ちたり、やっぱりスランプに落ちたり、ちょっとすごいやる気がなくなったりっていうのは人間だから、しょうがないことだと思うんですけども、まあそうだからといってね、ずっと放置してるとね、まあ結果は出ないということにつながるんですけども、斉藤さんの場合は、この辺はどうでした？あ、そうですね。うん、一つは、周りの受験生と交流する機会とかがあったので、まあ、職場なりの旅行でなりだったので、そこで、周りの人も頑張ってるんだぞというので、自分を、モチベーションを高めていくっていうのが一つ大きかったかなというふうに思います。で、スランプ、もうどうしても疲れたなみたいな時は、もう頭に入んなくてもいいので、レジュメを眺めるみたいな。あ、はい、少しでも、まあ、頭に入ってないかもしれないけれども、少なくとも勉強をしたぞという気持ちになれるようなものを作っておいて、うん、まあ、それを、まあ、少しでもいいので眺めたりとかして、少なくとも継続しているっていう状況は常に作っておくようにしていました。やっぱりね、継続ってすごい大事なキーワードですね。
やっぱりこう続けてるともう必ずその開かずに何かやるので、まあその分時間も確保できるし、やっぱ一旦開いてしまうとね、で特に忙しい場合っていうのを、まあ、今おっしゃってましたけどね、そっちへ逃げるってすごい危険なんですね。忙しくなった、じゃあ今勉強はしんどいだけど、それは忙しいからしょうがないからしばらくは放置しても、これはもう自分なりに納得しちゃうんですね。そうですね、なんか自分での言い訳をこう言い訳なんですよ。でまあ、それでいいやと言ってもね、試験の日は決まってますから、そういう時ほどね、本当に真剣に向き合わないと、すごく、試験で合格するにために、もう絶対必要なことなんですね。だかなりその辺は頑張られたなと思います。はい。それでは、担当試験、論文試験、それぞれ直前の過ごし方ですね。まあ、直前にね、やっぱり追い込みってされたと思うんですけども、はい、まあ、どんなふうにされたか、まあ、斉藤さんの場合のご経験ですね。はい。教えてください。はい。一つは、過去問、もうその、例えば担当、まあ、一月前ぐらいにはもう一通り網羅して、もう一通りこう知識が入っているっていう前提にはなるんですけれど、過去問で解けなかったところを印つけておいて、まあ、最終的にはそこに戻って、まあ、なんで解けないのかっていうところと、あとそこの条文に戻って、確かめるっていうことをまず繰り返しました。あれですね、やっぱりね、直前には誰でも勉強はすごくやると思うんですよ。はい、もう期限が決まってるから。はい、ただね、そこの直前で、今、斉藤さんがね、今おっしゃったことで、最後すごいね、知識の整理がね、がっちりできたと思うんですけども、うん、それが、こう1年通じてね、まあ、毎週、こう、継続っていうキーワードのもとで、いろいろされたのが、こう、その最後の追い込みの下地がね、ベース側をね、作られてるんですよ。うん、だから最後の追い込みが効いたということなんですね。であまりねサボってると当然その毎週毎週なかなか覚えられないなという壁がねあったところからスタートを直前にやるとさすがにしんどいですね。そうですね、うん、でやっぱりね直前だけ勉強して受かるぐらい甘い試験であるかというと、うん、やっぱり情報量も多いので、まあ、多分そうではなかったと思うんですね。はい、なので多分振り返っていただくとやっぱりこうずっとこう前1週間1週間の積み上げっていうのはもう絶対あると思うんですけども、継続されましたね。そうですね、まあ、とりあえず、はい、頑張られたので最後の追い込みの、ためのベースがかなり作られていたんではないかというふうに思います。もちろんね試験での時はいろんな体調とかね、が悪かったりね、まあちょっとこう苦手な問題がたくさん出たりとかね、まあうんふんはあるんですけども、しっかりやられてるともう当然その合格する確率がぐっと上がりますからね、安定してくるということですね。まあすごく良かったと思いますね。であとね、試験当日に、あると便利なもの、気をつけるべきこと、まあちょっと難しいかもしれないですけど、何がありますか？はい、まあこれは本当に人それぞれだと思うんですけれど、はい、私は最終的には司法対象に書き込んで、うん、こう自分なりの参考書を作るというふうにしたんですけれども、うん、まあ、それはそういうふうにこう、これを見ればまあ自分の知識がこう復習できるなっていう何かを一つ作って、まあ、それを持っていけたらいいのかなっていうふうに思いました。なるほど。ちょっと個人的にあってよかったなっていうのは耳栓が思ってってたんですけれども、お、はいはい、一応案内に耳栓使用許可OK みたいなの書いてあったので、あですんですけれども、ちょうど私の席の周りが結構ざわざわしてる感じの席だったので、はい、それは本当に念のためだったんですけど持ってってよかったなというふうに思いました。担当試験とかね論文試験受けられて、で、まあ、すごくね担当試験も初めてなので、はい、緊張されたと思うんですけども、はい、その受講されてる時っていうのもかなり集中できましたか？試験中ですね。はい、かなり集中してたなというふうに思います。一応まあ、問題の時間配分とか、なんかそういうのはきっちり決めてたので、時計は手元に置いて時計は見るというふうにしてたんですけれども結構もう耳栓してたのもあって、まあ、自分の中はもう問題集と時計のみの顔の移動ぐらいの感じで進んだかなというふうに思います。
耳栓って結構ね、初めて聞きますけども、はい、結構良さそうですね。あ、私はとても良かったです。いや、確かにね、はい、音聞こえないと、はい、もうそこへ集中できますからね。そうですね。結構周りの方がこう、お手洗いに立ったりとかっていうことも結構ある、うん、あったんですけれども、そういう動きも全く気にならずに、音が入ってこないので、集中できました。あれね、結構ね、一回こう、なんか人の、なんか仕草とかね、はい、要は気になると、ずっと気になる。本当にそう思いますね。なるほど、はい。でね、じゃあその際、ズバリですね、1年で、まあ、合格できた決め手、これはね、はい、もう一言って言えないところはね、あるんですけども、はい、まあ、斉藤さんなりに、まあ、この点、この点、この点、だから1年で、まあ、受かったんだろうと。いうことがね、あれば、はい、教えてください。はい、と本当にまずそもそもなんですけれども、うん、1年で合格したいなと思ったところが本当に決め手だったなというふうに思います。はいはいはい。まあやっぱり重めの試験なので、まあ1年または2年とか、うん、もうちょっと長いスパンでって考える方ももちろんいらっしゃる。うん、当然な試験だと思うんですけれども、まあ、そこをまず、まあ、考えるのはただなので目指すからにはまず1年合格とりあえず目指してみようっていうふうに思ったところが本当に決め手だったなっていうふうに思います。なるほど、はい、あのね、これも私もね、もう30年ぐらい前に受験したんですけどね、まあ、その時から言われてることは2年計画でやると4年になりますよと。でもとにかくその計画を、先延ばしするとね、もう絶対それの倍以上、もう3倍、4倍かかる、うん、かかるからっていうの、これ昔から言われてたんですよ。で、まあ確かにそうかなと思って私もね、もうすぐに受かるんだ、あとで勉強してたんですけども、やっぱりね、斉藤さんの場合1年で受かるって決めてるんやったら、サボってられないですね。あ、本当にそういう気持ちでした。そうですね。試験は決まってるので。1年、2年って言ったらね、大体ね、まあ1年まだゆっくりあるわと思ってね、マギアまで人間しないものなんですね。だから今の話はすごいね、受験、これから勉強される方にとって、すごいいいと思います。良かったことだと思いますね。参考になると思います。じゃあ、今後の目標を教えてください。はい。今、試験勉強中に、ちょっと仕事も変えて、うん、今、特許事務所、法律事務所で働いてるので、資格を取って、弁理士として、自分の名前で仕事をしていくことになると思いますので、まあ、発明者の方とか、まあ、企業の時代の方に、まあ、信頼してもらえて、こう、私に仕事を頼みたいなっていうふうに思ってもらえるような、うん、そういう弁理士を目指して、今後働いていきたいなっていうところが一番の目標です。あ、素晴らしい。はい。でね、アドバイスですけどね、裁判もできますね、弁理士、侵害取引訴訟とかね。はい。それから、その侵害訴訟も、まあ、補佐人または、まあ、弁護士と一緒にね、代理人としてできるんですけども、はい、結構ね、やっぱりゴールってやっぱり裁判所なんですね。だからその経験を、こう私もね、こう最初は明細書とかいっぱい書いてたんですけども、はい、そういう経験をいっぱいすることができたんですけども、うん、全然そのね、ベースの見方、明細書の見方も変わってきます。ぜひともね、はい、いろんなことにチャレンジしてですね、はい、もう日本一の弁理士をね、目指していただければと思います。はいはい、ありがとうございます。はい。じゃあ最後になりますけども、メッセージもいただいてますけども、はい、まあ2023年に弁理試験を受験する方々ですね、今年受ける方々、あるいは2024年、まあこれから勉強を始める方ですね、まあそういう方に、まあ、メッセージをいただければと思います。はい。まあ今年受けられる方はもうすでに勉強を始めて、うんうん、まあ担当前の方だと結構、こう、ボリュームが多いなっていうところを実感してるぐらいの時期だと思うんですけれどもそうですね、結構私担当の模試とかも受けても全然合格点に行ったことはなくって、うん、そのまま本番を迎えたっていう感じだったんですけれどもで不安になることもすごいあると思うんですけれども、まあ、やってきたというところは本当に自信を持って試験本番目指して、まあ、これだけやってきたんだから大丈夫と思えるような状況で頑張ってほしいなというふうに思います。まあ、これから目指す方はなんですけれども、まあ、先ほど言った通り、まあ、短期合格目指すのはただなのでまずはそこまで出して、うん、そうですね、はい、あのね、目指さないことには絶対合格できないなと思うので、
あのね、何でもそうなんですけど、先延ばしってね、人間の得意技なんですね。ある意味ね。で、何でもそうしてしまうんだけども、先延ばしていいところと、いけないところ、うん。いけないところっていうのはね、まあ、いわゆる斉藤さんみたいにきちっと目標を立てて、多分先延ばししてる暇がないですね。そうですね。もうやらないうん。ということで、まあ、そこをですね、一生懸命頑張っていただければ、まあ、誰でもっていうわけじゃないですけども、まあ当たり前のことを当たり前にやれば、まあ、受かる試験だっていうのはね、これは昔から弁理試験の場合言われてます。だから、まあ今後頑張れる方もね、ですね、まあ斉藤さんのこの話もね、参考にしていただいて頑張っていただければ、結果が出ると思いますので、はい。じゃあ、今日はいろいろと時間いただいてありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、どうも。じゃあ失礼します。どうもありがとうございます。はい、失礼します。どうも。